さんこんにちは、エスリミンズのマサです。今回ご紹介するマウスピースはこちらになります。じゅーん。はい、こちらです。レトロリバイバルというね、マウスピースブランドのエリック・マリエンサルモデルの7番ですね。こちら購入しましたので吹いてみました。エリック・マリエンサルといえばもうサックス界ではですね、説明する必要がないぐらい有名な方でございます。世界トッププレイヤーですね。シックコリアのエレクトリックバンドに始まり、名だたる方々とですね、共演を重ねている最も人気のあるプレイヤーのうちの一人と言っても過言ではないと思いますね。私も音大卒業してからキースクエアにすごくハマりまして、伊藤武さん、本田雅人さん、宮崎高弘さん、皆さんとても大好きなプレイヤーでした。そんな時にですね、マウスピースを買おうと思ってたんですね。なんかメタルマウスピース欲しいなとか言って、そしたらですね、とある私の知り合いからですね、エリック・マリエンサルって知ってるって言われて、まあ全然知らなかったわけですよ。聞いてみたのが2010年とかですかね。聞いてみたらですね、まあものすごく良くて、でそれでなんだこの人はみたいになって、まあ衝撃を受けた奏者です。とっても吹き方がですね、妖艶で、ニュアンスとかも最高ですよね。ベンドダウンとかも死ぬほど綺麗で気持ちいいですしね、ベンドアップもね、もう絶妙な加減で入れてくるみたいな、まあ、表現の鬼みたいな方ですし、まあテクニックもねものすごいので、世界的に人気のある奏者ですね。そしてエリック・マリエンサルといえば、マウスピースはですね、ビーチラー使いということでかなり有名だったんですね。デイブ・コズもね、ビーチラーメタル使用しておりますけれども、エリック・マリエンサルはですね、つい先日こちらのマウスピースを、まあ、プロデュースというかしたんですかね。レトロリバイバルというメーカーから自分のモデルを出したという感じですね。デイブ・コズもですね、エリック・マリエンサルもマウスピースをとても改造してるということで有名なんですね。中身的には全然違う。しかもなんかバッフル持ってるとか、なんかそんな話をよく聞きます。なのでこのレトロリバイバル、よく中見るとですね、ほんの少しだけこういう風にバッフルがついているんですね。ハイバッフルっちゃハイバッフルなんですけど、まあそんなに急な角度ではありません。そしてこの細身なのに中がものすごく極限までこう広がっている感じになっております。ものすごく息の通りがビーチラよりも良くてですね、かなりふくよかな音が出ます。抵抗感は、ビーチラよりは少ないですが、ほんの少し残っている感じですかね。金メッキですか、これは。で、ビークがすごく薄いです。噛むこの高さなんですけど、かなり薄いので、まあ薄いの苦手な人はあれだと思いますが、ビーチラちょっと詰まるしなーみたいな。もうちょっとこう、エッジの効いた音が出したいけど、みたいな方には、まあかなりいいんじゃないかなと思います。どんな方でもおすすめできるマウスピースですね。初心者の方でも全然いけると思います。まあ吹奏楽とかクラシック上がりの人で、ちょっとね、抵抗が強いマウスピースで普段吹いているので、抵抗がない背負わにみたいなのだと少し苦労するところはあるんですが、こちらはですね、結構抵抗感とかもまだ少し残っていますので、移行しやすいマウスピースだと思います。値段なんですが、ちょっとあまり調べてないんですけど、多分今8万円ぐらいなんですかね。テナーでまあそのぐらいだったので、おそらくアルトもまあそのぐらいか、もうちょっと落ちてるのかという感じでしょうか。そこまで出回ってないマウスピースなんですが、ぜひ吹いてみてください。すごくふくよかで一般受けするというか、ものすごくいい音が出ますので、まあマリエンサルのような演奏を目指している方は、まあビーチラーを購入するよりはこちらを購入した方が全然早いかなと思います。ということで、今回はレトロリバイバルのエリック・マリエンサルモデル、こちらをレビューしました。またねー。